ルームコントロールユニットシティブ AMX コントロールパネル転向によるエネルギー使用量を示すサーモスタット Wi-Fi 対応のドアベルドアカメラスマートドアロックインターネットに対応した猫のペットフィーダーホームオートメーションとは個人の住宅におけるオートメーション化のこと。英語ではドーマティックスとも呼ばれる大規模工場やインテリジェントビルにおける各種自動化技法を住宅に 適用したものを一般的に、ファクトリーオートメーションや、オフィスオートメーションになぞらえ、ホームオートメーションと呼んできた。照明や、空調の一括管理、風呂の遠隔自動給湯、セキュリティの確認以外にも、宅内映画館といえるホームシアターの制御、観葉植物への自動散水やペットへの自動給餌なども歯に含まれ、それらを制御するための統合リモコンなどのハンドヘルドユニット、 もしくは TV やパソコン上などから制御状況を確認、指示できるユーザーフレンドリーなユーザーインターフェース持つものを指す。かつてはインテリジェントハウスあるいは IT 住宅とも呼ばれていたが近年インターネットとの連携を強調したネット住宅という故障が生まれた。最近ではそれらすべてをまとめたスマートハウスという名称に変わりつつある。新築の住宅に建築時から ホームオートメーションを採用する場合、制御用の配線が壁に埋め込まれ、配線は分電盤一体のコントローラに接続され、各種制御が行われる。ホームオートメーションで採用されることを意図した、標準規格として、インスタイン、X10、S、バタバス、IVE、KNX、ロンワークス、AMX、クレストラン、C、バス、アップブ、アプンプ、 シグビー、ZA ブなどがあり、様々な制御に利用可能である。制御ための配線としては、電力線を用いる電力線搬送通信方式や無線信号を用いるものもあり、いくつかの媒体を定義した標準もある。既存の住宅のホームオートメーション化にあたっては、配線をどうするかが最初の障害となる。機器によっては、USB による制御が可能なものもあり、 それをホームオートメーションのネットワークに接続することになる。このような場合、何らかのブリッジが必要となる。ブリッジは、例えば X10 から IVE といった標準から標準への変換を行う。最新の実装では、部屋に人がいるかどうかだけでなく、その人が誰なのかまで推定し、その人の好みに合った照明、温度、BGM、映像などを設定することができる。また、 同時に、曜日や時刻やその他の要因も考慮される。その他に、省エネルギーを考慮した空調の設定をしたりできる。さらに進んだシステムでは、様々なものにフィードタグをつけておいて、それらの使用状況をホームオートメーションの一環として把握し、買い物リストを自動作成したり、場合によっては自動的にインターネット経由で注文したりできる。 実用的なホームオートメーションの使用法として、火災が発生した時に、家全体の照明を点滅させ警告する、消防署へ自動通報するなどという使い方が考えられる。例えば、ホームシアターがホームオートメーションのシステムと接続されていれば、火災発生時にホームシアターシステムを強制的に終了し、人間に火災を知らせるということも考えられる。 ホームオートメーションシステムの構成要素は次の通りである。ホームオートメーションの知的制御をどこで行うかによってアーキテクチャは以下の3種類に分類される。集中型アーキテクチャ中心となる一つのコントローラに複数のセンサから情報が送られ処理されアクチュエータへの指示が生成される。分散型アーキテクチャセンサやアクチュエータも含めシステムの各部に知的制御機能が 分散配置される。この時のネットワークのトポロジーはバス型となることが多い。混合型アーキテクチャ分散配置されたコントローラが階層化されており、あるコントローラはある範囲のセンサーやアクチュエーターを受け持つが、それ以外の部分とのやり取りは上位のコントローラを経由する。空調温度や湿度の制御を含む空調制御照明使っていない、照明の自動消灯。 人間の動きに合わせた自動点灯、周囲の明るさに合わせた明るさの調節などを行う。最高の調節カーテンなどの開閉を自動化し、外交を取り入れる量を調節する。オーディオオーディオ機器制御。複数の部屋に同じ音楽を聴けるようにするなど、映像映像機器制御。複数の部屋に映像信号を配信するなど、カメラ付きインターホンと各種映像機器の連携など、 セキュリティセキュリティシステムの統合的制御。監視カメラや各種センサによる侵入者検知。不在の場合にも誰かが中にいるように見せかける機能。火災やガス漏れの検知。健康管理システムで住人の健康状態の異常を検知するなど、インターホンインターホンの音声を複数の部屋に配信し、住宅内のどこからでも応答可能にする。さらに、これを応用して、 インターネットに接続するなど、ロボット家庭用ロボットの制御、ロボット間の通信など、その他各種家電機器の自動制御、車庫のシャッターの自動開閉など、ありがとうございます。